11月8日はいい歯の日。好きなものを食べるとき、日常での会話、私たちの健康を保つためには歯の健康が不可欠です。歯の健康をいつまでも保つためには具体的にどのようなことをすればいいのでしょうか。今日は専門家の話を交えながらお伝えしていきます。まず最初に健康増進科の歯科衛生士熊谷美穂さんにお話を伺いました。まずこう歯とか歯茎にはどんな病気があるんですか？はい、歯と歯茎の病気でやっぱ口の中でこう歯を失う原因になる大きなものとしてやっぱり虫歯と歯周病の2つになります。で虫歯の方は皆さんももうよくご存知だとは思うんですけれども、はい、こちらはあの虫歯、まあ、口の中にこう住み着いている細菌がいるんですけれども、それがあの食べ物ですとか飲み物に含まれている糖分を餌にして、で酸を出して、でその酸によって歯が溶かされる病気になります。じゃあ、 あの歯周病はどういったふうにこう進行していってしまうんでしょうか？はい、歯周病はこの歯を支えているこの骨の部分ですとか、あとはこの歯茎の部分が壊されてしまう病気になります。で藤沢市で行っている成人歯科検診という検診があるんですけれども、そちらの結果でも40歳代で進行した歯周病にかかっている人の割合というのが 40% を超えていますので、はい、皆さんやっぱりもう20歳を超えたら歯周病予防というふうなことを少し頭の隅に置いて、はい、かかりつけの歯医者さんを見つけていただけたらなというふうに思います。藤沢市では定期的に歯の健康について考えてもらうため様々なイベントを行ってきました。今回はイベントの中でも行われている飲み物の虫歯リスクを検証する実験について私も体験させてもらうことに。どのように実験進めていきますか？はい、こちらの pH 計という飲み物の酸性度を測る機械を使って調べていきます。はい、こちらの方の機械がこの飲み物の中につけるとここに数字が出てくるんですけれども、これが数字が 5.5 という数字よりも小さい数字が出た場合と歯が溶けやすいというふうに言われていまして、はい、ちょうどこの 5.5 が境でエナメル質が溶け始めるというふうになります。これから行われるのは酸性度測定実験。 pH 計の数値が 5.5 以下なら歯にリスクのある飲み物、 5.6 以上ならリスクが低いということになります。じゃあまず私が一番リスクが低いと思っているこのお水からいきましょうか。はい、お願いします。まずは水の酸性度を測定してみると、いやどのくらいなんだろう、8.3 ですね。 8.3、 はい、はい、虫歯のリスクとしては、うん、はい、低い、大丈夫というところです。はい、続いては日頃私もよく飲んでいる無糖の炭酸飲料です。私これ本当に毎日飲んでるんですよ。本当ですか？はい、なんか甘さもないし、歯にもまあ健康的にもなんかいいような気がして飲んでるんですけど、じゃあ行ってみましょうか。え、待って、今ちょっと目離してる隙に、え、あれ、え、すごい、もう、え、5下回ってます？ 5.5 からリスクがあるんですよね。はい、甘みがついているわけじゃない、はい、その砂糖が歯に、ね、あまり良くないっていうイメージがあったんですけど、もうお砂糖の入っている入っていないに関わらず、もうその飲み物自体のこう性質になりますので、それが歯に影響を及ぼすっていうところですので、じゃあもう虫歯のリスクってこう砂糖があるかどうか甘いかどうかだけじゃないっていうことなんですか？そうですね、はい、虫歯と歯周病が、まあ、お口の中の病気では一番多いんですけれども、はい、三色歯といったあの病気もあるということをちょっとあの覚えていただけたらなというふうに思います。
あまり耳にしたことがない三色紙とは一体？こちらの三色紙というのは、飲み物自体の酸が直接歯を溶かしてしまうという病気になります。で、症状としては歯が少し黄色く色が変わってしまったりですとか、あとは染みたり、あとは歯が少し薄くなってしまったり、といったところが挙げられます。なんですけれども、こういった酸性の飲み物を飲んではいけないとか、避けた方がいいということではありませんで、飲み方ですとか選び方のところで気をつけるためにも、自分たちが好きな飲み物とか、普段よく飲んでいるような飲み物が一体どういう性質のものかというものを知っていただけたらなというふうに思います。酸性度測定実験の結果はご覧の通りです。今回調べた飲み物の中で水と緑茶以外は歯にリスクがあるということに驚きました。では実際に歯の健康を守るためにはどうしたらいいのでしょうか。じゃあ早速教えてください。はい、今日こちらに、歯ブラシですとかいろいろなお口のケア用品を用意したんですけれども、西田さんは普段いつもどんなものを使ってますか？なんかいろいろ用意していただきましたけど、私はこのもう普通の歯ブラシ、一般的な歯ブラシを使っていつも歯磨きしてます。そしたらこちらのじゃあ、デンタルフロスですとか、歯間ブラシというこの歯と歯の間を掃除する道具はあまり使ったことはないですかね？そうですね、歯医者さんでは使ってもらったことあるんですけど、自宅では使ったこと一度もないです。そうですか、そしたらぜひ歯ブラシと、合わせてこういった歯と歯の間のお掃除をする道具を使っていただきたいんですね。というのが、この歯ブラシだけで落とせるお口の中の汚れってどれくらいだと思いますか？そうですね、100% とは言わないですけど、でも 90% ぐらいは汚れ落ちてると思って使ってます。そう、実は歯ブラシだけでは60% ぐらいしか落とせないと言われています、60% ですか？全然です ね。そう、歯ブラシだけでは完璧にケアができないため、歯間ブラシやデンタルフロスを組み合わせて使うことが大切です。その使い方についても伺いました。入れ方なんですけれども、この歯と歯の間に入れていただいて、下の歯をやるときは少しこの先端を上に気持ち向けるような形で、入れて、大体4往復から5往復ぐらい、して歯の間の汚れを取るような形で、歯間ブラシでこうして汚れを取ると、今まで通したことのないところに通すと出血したりすることがあるんですけれども、でそれでちょっと怖くなってやめてしまうっていう方もいらっしゃるんですが、今まで腫れていて少し汚れが残って腫れていったところの歯茎からちょっと出血があったものについては、ちょっと続けていただいて、そうすると1、2週間で歯茎が引き締まってきて出血もしなくなってくるので、歯の間のお掃除続けてみてもらえればと思います。続いてデンタルフロスの使い方を教わりました。こちらは先ほどの歯間ブラシよりも、歯と歯の間が狭いところに使うものでして、間に糸を当てたら前後に小刻みに揺らしてゆっくりと入れていきます。歯と歯茎のこの境目のところですね、少し歯肉孔といって歯茎の中に1ミリぐらい少し糸が入ってしまって大丈夫です。大丈夫なんですか？でここの中にもプラークといって細菌の塊が潜んでいますので、それをこういうふうにこすって落とすような形で下から上に向かってこすり上げていきます。いかがでしたか？歯ブラシはもちろん、ケアグッズを組み合わせて使うことで歯の健康を守っていきましょう。最後に改めて市民の皆さんにメッセージをいただきました。藤沢市では成人歯科検診という検診を実施しています。対象の方にはこちらの受診券を5月にお送りをしています。で11月の30日まで今年度は期間を延長して行っておりますので、まだ受けていらっしゃらない方はぜひお受けになられてください。